ございます。今日10月の23日、水曜日ですね。今日はね、昨日入れてたコーヒーが余ってたのでコーヒー入れたのと、昨日の夜バナナがね2本もう結構黒くなってたのがあったから、バナナブレッドを久々に作りました。今日はちょっとシンプルでバナナだけしか入れてないんだけどね、なんかナッツとかあれば美味しかったかもしれないんだけど、バナナだけのバナナブレッドでございます。久しぶりに作ったんだけど、ちょっと今回バター多めでね作ったらだいぶしっとりして、味見したんだけどすごい美味しかったのでね、食べようと思います。この間アジアンマーケットでこのかぼちゃを買ってきたのね。これ食べる用に買ってきて、アジアンマーケットで買ってきたから、普通にパンプキンで売ってんじゃなくてかぼちゃとして売ってたんだけど、アメリカのねかぼちゃの品種ちょっと違うから、日本のこういう緑色のかぼちゃとはちょっと違うんですけど、まあ普通に日本の品種なのかな、のかぼちゃが売ってたから食べたくて買ってきたんだけど、まあどうしようかな、ちょっといつやろうか決めてなくて、まあ今日の夜やろうかなとも思っているんですが、ちょっとね季節感的にもちょうどいいのでしばらく飾っておりました。なんか今年は日本に帰ってたし、イベントもあったからデコレーションをね出してないんですよ。もうボックスに入れてガレージにしまってるからさ、いちいち出すのめんどくさいし、あと10日もないぐらいでしょ。だから今さら出すのもちょっとなと思って、まあ秋ちょっと今日は今年はデコレーションはスキップして、まあ、クリスマスちょっと早めにやってもいいかなと思っててね。まあでもちょっとこのかぼちゃ買ったから、せっかくだから、まあ、ちょうど季節感もいいしと思って飾りつつ置いてあるんですけど、このねキャンドルも IKEA で買ったなんかパンプキンのキャンドルあったので、まあ今年はねこれだけでちょっとしたミニ秋のデコレーションを楽しんでます。今ねこの間やってた天皇の即位礼正壇の儀の生配信のアーカイブを見てます。中継でね見れなかったからYouTube にアーカイブが残ってたのでもう見てるんだけど、いいね、なんか感動するね。海外にいるからこそなんか身近にこういうの感じられないからね、さらに日本って素敵だなと思うんだけど、1時間ぐらいの生中継のアーカイブなんでゆっくり見てます。まあ、家の掃除しながらねその YouTube ねずっと流して見てたらね、あっという間に2時になっちゃって、ちょっとお昼かなり過ぎちゃったので、今日は一平ちゃんを食べようと思います。お昼ご飯ね、すごいまた簡単なものなので、夜はまあかぼちゃ作ろうかなと思ったので、とりあえずお昼ご飯食べようと思います。この玄関のところのさデコレーションもさ、しばらく変えてないから、もう2年ぐらい変えてないかな、これ作った時から変えてないからね、そろそろ変えてもいいかなと思ってるんだけど、まあ、ちょっとまだ考え中です。これはさすがにちょっと夏だからね、ひまわり、まあ秋でもいいんだけどね、ちょっと夏っぽすぎるので撮っておこうと思います。今年はでもここもデコレーション系は秋のはスキップして、クリスマスちょっとやろうかなとは思ってるんですけど、このハローサンシャインも変えようかね、夏っぽいもんね、なんかちょっと違うのに変えようと思います。ほんとね朝晩涼しくなったので、もうねまちくんのお散歩に行ってきました。日はまだねちょうど落ちかけぐらいの夕方ぐらいの時間なんですけど、もうだいぶ涼しくなったのでね、でご飯は今日タイマーかけていたから、今日はかぼちゃと、あとかぼちゃだけじゃない、なんかチキンかなんかで、照り焼きチキンかなんかにねしようかなと思うので準備していこうと思います。ご飯できました。なんか日本から帰ってきてから和食が多いんですけど作るのね今日は照り焼きチキンと、ちょっとサイドがねお野菜が冷凍のしかなかったので、いつも通りの冷凍なんですけど、あとポテトサラダと、あとこれねかぼちゃは煮付けにいたしました。あと大根も余ってたから漬物に浅漬けにして、今日お味噌汁は、玉ねぎとわかめのお味噌汁ですね。ということでいただきます。ここのポトスちゃんたちがすごいことになっちゃいましたね。ちっちゃいねこのくらいのポット、このくらいか、このくらいのポットから最初買ったやつだったので、本当にね、2、3株しか生えてなかったので、もうここまで増えましたね。うちにあるポトス全部同じ株からね、増やしてるんだけど、すごいいっぱいになったので、これもね、本当は鉢に入れ替えないといけない、植え替えないといけないんだけど、未だに水差しのままでやってるんだけどね。ちょっとね、置く場所がなくなってきちゃったから、ちょっとどうしようか迷ってるんだけど、外はね、さすがに育たないからね、乾燥しすぎてるので、なんだかんだこのまんまですけど、このね、白いのが、綺麗ですね。
今日は食後の紅茶、私はいつもあのハイビスカスティーにちょっと歯に入れようと思ってるんだけど、先生もね今ちょっと風邪ひいてるので、今日はジンジャー、レモンジンジャーティーがいいかなと思うんですけど、歯に入れるんだったらね、これね、ハニーバニラカモミールがねすごく不思議な味で、私ちょっと苦手だったのね。でペッパーミントとかに歯に入れてもいいんだけど、まあでもレモンジンジャーが一番いいかなと思うので、まだ1パック残ってるかな、なのでね、先生にはこれとハニーをちょっと入れてティーを作ろうと思います。なんか色めっちゃ似てるけど、こっちがハイビスカスでこっちがねレモンジンジャーティーですね。蜂蜜両方とも入れたんだけど、すごいね色似てるね。はい、ということで今日はちょっと早いんだけどね、2人とも風邪ひいてるので、私はもう治りかけだけ、咳だけねちょっと残ってるんだけど、なんだっけこれ、ハイビスカスティーね、飲みながらちょっとゆっくりしようかなと思います。ということで今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバーイ。